日本鹿児島県鹿児島市次元寺町次元寺町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は8910146。人口は1439人、世帯数は647世帯。次元寺町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の南部、和田川の中流域に位置している。町域の南部及び北部には、住宅地が形成されている。 町域の北方には、下福本町、南方には坂の上、南方から東方にかけては和田、東方には谷山中央がそれぞれ接している。町域の北端には、伊武す枕崎線が通っており、町域内には1988年に設置された、次元寺駅がある。2011年2月から2016年3月まで、高架化工事が進められた。なお、仮線撤去や、 道路整備など、関連工事は2018年3月に完成した。また、鹿児島県道219号玉取り、浅間鹿児島港線が通っているが効果となっているため、町域内においては直接接続はできない。また、次元寺は、下福本町に位置している。次元、寺町という町名は付近に所在していた、次元寺に由来する。また、次元寺ではなく、 自願寺とも呼称する場合がある。九百九十六年二月十三日に、下福本町、上福本町、谷山塩屋町、和田町の区域にあたる谷山第一地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、下福本町の一部より、次元、寺町として設置された。同年十一月十八日には、次元自地区で住居表示が実施され、和田町及び、 下福本町の一部を編入した。また、2005年には、中央次元時代地区が下福本町から次元、寺町に編入された以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。